甲子園岡山山陽が延長戦で逆転さよなら春夏通じて初の 3, 3回戦進出岡山県勢は4年ぶりの16強、えー、第100回全国高校野球選手権記念大会第8日2回戦、えー、岡山山陽が4対3で大垣日内に勝ったってことで話題になってるんですけどはいでまあちょっと通級を読みたいと思います岡、えー、岡山山山陽岡山が 大垣日大、過去岐阜に、えー、延長10回に、えー、逆転サイアナルカして春夏通じて初の3回戦進出を決めた。1回にし三塁から5番入江が左翼への、えー、敵地だ。二、えー、者が生還して先制点を奪った。その後は4回から8回までヒットは出るものの連打が出ずに、えー、大垣日大の先発山田を攻めあぐねた。 8回に大垣日内の4番高橋に同点スローを浴びてタイブレーク戦に突入延長10回に1点を先行されたがその裏に逆転でサヨナラ勝ちを決めた守っては先発の三宅が5回を3安打1失点との粘りを投球2回1失3塁からスクイーズで1点を返されたがその後は安打を許さず 6回から、えー、契約した、えー、2番手西野も最勝失点で抑えきり勝利を呼び込んだ岡山県勢は4年ぶりの16強入りで11年ぶりの1大会2勝を挙げたはいってことでねあの岡山山陽があの今日もねまた はい、試合で勝ったってことなんですけど、まあ、これがね、公式の,あの試合表なんですけど、まあ、岡山山陽対大垣日大戦について思ったのは岡山山陽ってえ強いんだってね、あのちょっと驚きましたね。はい、というのもなんか岡山山陽ってほらなんだっけ学校名がひらがなじゃないですか。だからちょっっと弱そうな印象があったんですけど、 なんか普通にあの強かったしあのなんだっけあのタイブレイクでの,あの逆転劇は本当に見事だと思いましたね。はい、でその一方をああ岡山山陽じゃないよあのなんだっけ大垣日大なんですけどに関して言うならばやっぱ監督がよぼよぼのじじいだったんで、まあ、なんかなんか立つのも辛そうだったから。 まあこんなね、監督がこんなじじいだったら、まあ、勝てるわけないよなって自分は思いましたね。はいまあ、何はともあれ、まあまあ、岡山、山陽がね、勝ってくれたんでね、はいまあ、この調子でね、なんか名前はダサいんですけど、まあ、この調子で、まあ、次もね、勝って、まあ、決勝まで行ってくればいいなと思います。はいまあ、次、負けると思うけどね。はい